荒廃した世界、ゾンビが迫り来る恐怖に満ちた世紀末。主人公リッドは人間とゾンビの混血ハーフゾンビ。イカれた支配者をぶちのめすため危険度マックスな世界に一人乗り込む。死に物狂いで生き延びろ。自給自足のサバイバルライフ、デッドクラフト。資源が枯渇する荒野の中、あらゆる手段で水と食料を手に入れろ。人を助けて飲む水も、脅して奪い取る水も、腹に入れば水は水。奪い合いの世紀末では、力なき者に待つのは死。多種多様な武器を駆使して荒廃した世界で暴れ回れ。さらに体に宿ったハーフゾンビの凶悪な力を操り、戦いを有利に進めよう。戦いに勝利し、敵から奪った素材や死体を使って強力な武器を作り出せ。その他、マイホームでの料理、作業台でのアイテム作り、畑での野菜作りなど、ありとあらゆるものをクラフト。畑では死体を埋めて従順なマイゾンビを生み出せ。時には共に戦う仲間として、時には貴重な労働力として、死体に鞭打って使い倒せ。バトルとクラフトが融合した世紀末殺伐ライフ。生き抜け、ゾンビたちと共に。デッドクラフト、5月19日配信。豪華アイテムがセットになったデジタルデラックスも発売。追加コンテンツ2種のシーズンパスに加え、ここでしか手に入らない限定衣装や序盤の攻略を助けるアイテムパックもセットになった豪華版。聖火しか、暴力と狂気が支配する地獄の荒野、汚水をすすってでも生き延びろ。無料体験版、プレイする宿命からは誰も逃れられない。お前はこの世紀末で何をなすのか。今すぐダウンロード。マーベラス。